術ベッド、これはねやっぱりしっかりベッドの、施術ベッドで練習していただきたいので、ぜひですねご用意していただきたいんですが、まあ、いろんな種類のベッドがあってどういうのを買えばいいのかっていうところがね、皆さんご質問というか気になるところだと思うのでご説明していきます。はい、まあ、こういったですね、タイプのベッドをおすすめしております。まず、練習用っていうところをねまず一つ、フォーカスしていくと、あんまり高いものでね練習していくっていうか、あまり高いものいきなり揃えるのはちょっとハードルが高いよっていう人もいると思うので、まあこの折りたたみ式がやっぱりコンパクトですごく練習には向いてるかなとは思います。値段もね1万円ぐらいで買えるものになってますので、かなりお安く買えるようになってますし、コンパクトに畳めるので自宅でね練習した後も折りたたんでクローゼットとかに入れたりだとか、どっかね立てかければ場所もそんなに取らないのでおすすめです。でちょっとねこれ見ていただくと、頭のフェイスフォール、頭のね頭を置く場所が、あると思うんですが、フェイスフォールが飛び出てるタイプのをおすすめさせていただきます。これね脱着ができるんですけど、やっぱりね背が高い男性のお客様とか背の高いお客様が来られると、ベッドの真ん中に穴が開いてるね、穴が開いてるものも有効式のやつがあるんですけど、ちょっとねあれだと足がはみ出ちゃう人多いです。特に男性でね、お客様が来たりとか練習相手が男性だと足がはみ出ちゃう可能性があるので、頭が飛び出てるタイプの、このフェイスフォールの脱着できるものがおすすめです。でこれだとアームレストもついてたりだとか、あとはねそのアームレストのすぐ横にあるところがね、こうねあんまりこう狭くなってないので、スツールを使ってデコルテとかヘッてやるときに足がねスポンって入りやすかったりっていうメリットがあります。まあ、デメリットとしてはやっぱりね耐久性はちょっと弱いかなと思います。うちもねこのタイプのベッドを使ってたんですけど、3年ぐらいしたらやっぱ男性セラピストってこうねパワーがね強いんでグイ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 いくんで、真ん中の木の部分が折れちゃって、実際足元がグラグラグラってなったりもしたので、耐久力はそんなにないです。女性の力とかそんなにギシギシね強く、毎日のように毎日何人もそこでやらなければもうちょっと持つかなと思うんですが、耐久力にはちょっと問題があるかなと。あとは、昇降式のベッドとか電動式のベッドに比べると、細かくねこうできないですよね。実際ここで10段階です。10段階のこう高さ調整はできるんですが、まあ、綺麗にねもうちょっと細かくってなったりだとか、施術中にね背中は少し下げたいとかっていう場合ですと、このベッドだとちょっとできなくなります。長さは185センチ、横幅70センチ、高さは52センチから82センチまで調整することができます。はい、でクッションの厚みは約9センチぐらいのものですね。これもね概要欄の方にちょっとリンクは貼らせていただくんですが、まあこれはあくまでも僕は練習、まああとは企業開業しても使えなくはないんですけど、じゃあもっといいベッドとかにこだわりたかったら、フォンタナ製のねベッドとかおすすめね、アルミ製のやつとかで軽くて丈夫なやつとかもあるので、まあそちらもねおすすめしたいんですが、値段は4-5万ぐらいねかなりかかってきます。シェリルのねベッドとか僕もね持ってたベッドはフォンタナ製のやつなんですけど、やっぱ5万ぐらいしたので、まあちょっとねそこはちょっと5万はもうちょっとちゃんとね開業してからっていう場合でしたら、練習用でしたら1万円で僕は十分かなと思ってます。はい、こちらが、ベッドですね。